嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。都市伝説。うわうわかわいい。今日やっていく都市伝説はですね、はい、やばい地名というものですね。地名ってあるでしょ。この漢字が使われていると過去にやばいことが起きた地名なんですよっていうのが分かるんですよ。面白そう。今日お勉強になりそうですね。今日ね、やばいって言っても2種類あって、一つは自然災害的にやばいことが起きたってやつと、もう一つはもうオカルト的な、そういうヤバいのが起きた現象みたいな、地名を見るだけで分かってしまうんです。今日はそれを紹介していきたいと思います。よっしゃ。まずはじゃあその自然災害的にヤバいやつという、まあ結構ね本当にいろいろあるんだけど、まあ中でもヤバいなと思ったトップ3っていうのを紹介しています。で、一つ目っていうのが、はい、竜ですね。まずは良さそうじゃん。かっこいいじゃん。竜ってあんの？例えば天竜とかね。そうだ、天竜だね。それで天竜だねって言ったらもう合ってる。竜っていう感じはさ、いろいろあるじゃん。それはね、どっちもだね。ああ、そうなんだ。その竜っていうのはなんであれなのかって言いますと、はい、過去にそこで水害が起きた場所なんだよね。川が氾濫したりとか。じゃあなんでこれ竜なのかっていうと、水の神様って言われてたの、昔日本で。で、そう言われてる一方で、こういう水害の象徴とも考えられてたわけ。で、実際にその、さっき言った天竜市にも、その近くに天竜川っていうのがあって、ここで何度も過去、水害が起きていると。山梨の一家あるもんね。竜王府。石で一番強いでしょ。お前の顔も水害。だから誰が水害やで。水難事故じゃない。水難事故じゃねえよ。頑張ったな。頑張ったなってなんで。もう一回思ってない。頑張ってね、やめろ。名字で竜ついてるし。ついてねえよ。確かに変なこと言うな。はい、じゃあこの二つ目ですよ。はい、ヘビっていうのは、その、はい、過去に土砂崩れがよく起きていたとこなんだよね。じゃあなんでヘビなのかっていうと、この土砂崩れしている様子がこう大量のヘビが上からどん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 落ちてるように見えてたから、これヘビってつけましょうみたいなね。どこにあるの今はね、ほとんどない。昔の名前なんだよね。あー、そうそうそう、ちょっとそれをね、見ていただきたいんですけど。プリスク、プリスク。こちらです。なんでしょう、何これ。見せてください。よろしくみたいな。よろしく、いや、ポケモンじゃないヤンキーのグレイモや。すげえよ。これは、ジャラクチアシダニと言います。まんまやんけ。そう、まんまです。現在の広島県のあるところ。え、マジであんの、これ。こんな名前あるの。まあ、今はこういう名前じゃないんだけどね。すごい、だからもうね、やっぱ漢字って一つ一つ意味があって、全部もうヤバそうですよ、まず。絶対オロチまで住んでる。3つ目がですね、はい、梅。梅はすごいあるよね。あるある。え、だって、もう梅田で俺、学ラン来てたもん。だから梅が何なのかっていうと、あれってさ、埋めるの、梅の陰語なんだよね、これ。陰語として使われてる。そうなの。やばそう。梅。しかも、梅田なんて特にそうで、田でしょ。田んぼ一番埋めちゃうぐらい広く人とか埋めてる。やばいじゃん。やばい、梅田。そうそうそう。梅田だもんね。梅田じゃねえよ、だから。龍馬一丁、龍馬じゃねえ。海外じゃねえかよ、俺。まあ、人埋めてるパターンと、あと、池とか普通に埋めてるパターン、まあ、二つのパターンあるんだけど。あと、青梅とかもあるしね。あ、そうなんだ。あそこやばそうだ。あ、チンスポだらけ。で、まあ、今、で、これがまあ、自然災害編ということで、今一応。はいはい。次はオカルト編ということで。なんだよ。まあ、大体ね、オカルト編っていうのは、まあ、過去にまあ、そういう良くないことが起きた、地名のことなんだけど。大量の死者が出ちゃったとことか。まあ、そういうわけなんだけど、その中でも一番やばいとされてる感じが。ズカ。ズカ。なるほど。首ズカか。あ、まあそうだね、そう、そういうことだね。一言で言ってしまえば、お墓みたいなもんで。でも、墓よりもね、ちょっとランクは一個下というか、まあどういうことかっていうと、墓はさ、親族とか子孫とかによって供養されて立ってるでしょ、あって。あ、そうよ、だから。スカは、そうじゃなくて、もう、ほうぽれ投げみたいな。そう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 。うまい。身元もわからないような人とか、処刑した人とか、あと戦争で大量の人が亡くなってしまって、とりあえず収めるところがないから、もう一箇所にもう。うわ、うわ、やばいやん。スカってなんかあるよね。いろいろでしょ。大塚と。うわ、大塚。スカはやばいですよ。使入ってますもん。入ってねえよ。ヘビ塚だし。ヘビ塚じゃねえよ。まあそれ以外にもね、基本的にね、体の一部が地名に入ってるとヤバいです。足とか。足とか。うん。それこそ首。
そう、首とか首なんかもないと思う。ないでしょ。首塚もうやばいよ、まあ、首塚ってだって地名じゃなくない？ない。あ、そうなの。首を首塚氏みたいな。ないないない。友達やめやば。もう俺も今友達が終わった瞬間見れましたけど、ね、首塚氏なかなか見れないからね。だってもう今のまでの10分間ぐらいもうそれだと思ってます。もう怖くない？人間やめよ。そう、まあ、まあ代表を言うと、まあ、耳取り師とか、あと肘折り師とか、肘折り師、膝折り師とか。それ大丈夫？それ中英のネタじゃない？違いますよ。肘神様じゃなくて。肘折町っていうとこはね、結構近くて埼玉県にあって。え、肘折町？そう、埼玉県。ことない。埼玉県朝霞。朝霞にある。そう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 。てか頭とかも結構あるでしょ。頭も結構あるね。そうだよ。竜頭ダビシとかね。ああ、そうそうそう。ああ大丈夫か。ない。四字熟語。なんか俺聞いたことある。お前まで見せで、バカしかいない。であとね、取り上げ師とかいうのもあるね。取り上げ師とかはパッと見わかんないでしょ。処刑でまず首を跳ねます。はい、上げたんだ。でその首を取り上げる。これからその取り上げ師っていう名前になってる。え、いっちゃやばいのが宮城県にある麺はぎ師っていうね。入ってるやん。そんな師あんの？その麺ね、つらつら麺をはぐっていう。やば、顔をはぐってる。処刑っていうか、これはね、そう、昔お坊さんがここに住んでて、そのお坊さんが焼けたナイフとかでもうめった刺されちゃって、でそれで顔を剥いで、捨てた場所が麺はぎで、体を捨てた場所が隣の町にあって、そこをしびとさわって名付けた。いやいや、入っているやん。しびとさわ、そう、違う感じは違うんでしょ。その感じです。死にな。そう。本当にあるんです。あるか。デスです。もうややこしいな。デスです。他にヤバい地名として挙げられるのが、香川県にある首切り峠である。戦国時代の天正7年11月26日、佃氏の守る佃城が長宗我部元親に攻められ、佃側は軍勢の差が大きく守りきれず、ほとんどの家来は討ち死。佃氏は城に火をかけ自害した。生き残った家来も損傷が激しく、その様が非常に哀れであったため、この場所で首を切ったことから首切り峠と呼ばれるようになった。あ、綺麗な名前に要注意っていうのがあるね。あとこういうなんかイメージの悪いような名前だから、綺麗な名前にしましょうっていう考えがあって、だから綺麗な名前っていうのは注意。例えば極端なのが良くないと、三河とか、まあ、三河美しいとか、あと光とか、あー、そういうのはなんか要注意らしい。え、逆にちょっとイメージよ。でも美女ギーラビ、美女ギーラビ、美女ギー一番ヤバそう。美女ギーちょっとヤバそうだ。成績桜ヶ丘とかね。まあ、おー、まあ、知ってる人は神奈川にあるやつ。そうそう、神奈川の新百合ヶ丘も結構ヤバそうだ。あー、まあそうね、ゆりとかがやばい。やばそう。で、まあ今回その話した都市伝説が本当か嘘かっていう話についてなんだけど、あれ、オカルトに関しては本当の話もあれば嘘の話もあるらしい。あー、一応これちょっとオカルトチックにしようみたいな風潮が出て、なんかもう嘘の話を適当にでっち上げて作ったみたいな話も一部あるらしい。作れるもんね。でもこういう自然系の話は結構マジでガチらしい。うわ、だからさっき言った天竜とかはこの先自然災害またなっちゃう可能性も高いですね。でも、まあ、そのオカルトがまあちょっと一部嘘かもしれないみたいな話をしたけど、そういう名前があまりにも密集しているとこっていうのはもうほぼ 100% やばいことが実際に起きた街って言われてて、横浜にあるんだけど、川和町、恩田町、東方町、織本町っていう4つの町があって、土府、地蔵塚、ガキ塚、供養塚っていう。やばいやばいやばい、塚が、もうめっちゃ密集してるでしょ。だからここはマジでその過去本当にその処刑された場所とか、その大量の死者が埋められた場所とかっていう可能性が非常に高いです。まあでもさっき言ったように、もう川和町みたいな、今は名前変わってるけど、ああ、なるほどね。過去実際にそういうことが起きた確率が極めて高い。うわ、怖っ。だからこうやってどん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 旧名がさ、新しい名前に変わっていくからさ、今ある普通のもう例えば東京とかいうとこもそういう事件が起きてるかもしれないでしょ。いや、そう、例え下手か。東京じゃ広すぎる。何かしら起きてる。だからあなたが今住んでいる町にも過去想像を絶するような事件が起きていたのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。やっぱ、あー、今日は楽しかったね、今日ね。楽しい。
今日は楽しかったね。でもマジでね、多いね、本当に今日紹介したのほんと一部。あ、そうなん、マジでいろいろある、この他にも。そういうことか興味な次も見てね。そうそうそう、たまにはちょっとポップに終わろうかな。めっちゃポップに埋めてくれるプロがいるから。あ、マジで、ここに誰ですか。おお、ポップの達人だ。今日のトシエン、みんなで終わりたい、ポップのライブでみんなで終わろう、お願い正義もなって。じゃあねー。すいません、あのバカすぎてポップをヒップホップとか。あ、それ想像つかん覚悟でぶっかまれてる奴ら蹴っ飛ばして、誰もが羨む生き様見せるぜ。 Yeah yeah yeah